していた。一子相伝の伝承者争いは北斗神拳の長い歴史に再び悲劇をもたらすのであろうか。北斗の二人の兄が生きているかもしれんのだ。長兄ラオウ、次兄トキ。俺はトキにはどうしても会わねばならん。トキとはどんな男なのだ。北斗神拳で人を救うことを理想としている。優しく、そして強い男。行くのか、ケン。リンとバットはどうするのだ。やはり連れてはいけぬ、レイ。わかった。子供たちは俺が守ろう。ケン、死ぬなよ。ケンシロウ、やつならいいデクになってくれそうだ。トキ様、デク狩り隊のハブ、ただいま戻りましてございます。あ、いいデクが見つかったのか。この男です。どうですか、この筋肉。元ボクサーでヘビーウェイトのチャンプにまでなった男です。お前がトキか。なかなかの力だが、無駄なあがきはせんことだ。黙れ。貴様を倒せば村は救われる。これ以上貴様の狂った人体実験を許すわけにはいかん。Ciao, scusate il ritardo. 無駄だ。Dovevo farlo alle 6:30, invece ho fatto le 8, va bene.なるほど、なかなか息がいいな。気に入った。実験の準備をしろ。やめてくれ。うわあ。何をする気だ。新しい飛行の究明だ。成功すればお前のパンチのスピードは倍になる。どうだ？やめてくれ。我慢しろ。強くなりたくないのか？この飛行ではなかったようだ。俺の求める北斗神拳はまだ遠い。あんたもデク狩り隊には気をつけた方がいいよ。デク狩り隊？ほら、噂をすれば何とやらだ。誰か俺と勝負したい奴はいないか。おい、お前強そうだな。勝負してみんか。俺か。そうだ、勝てば食料を1ヶ月分やろう。おい、あんた、今言ったばかりじゃ。何、簡単なゲームだ。この牛気と腕相撲をしてもらおう。いい度胸だ。俺の筋力は時様の秘術により数倍にアップしているのだ。時、その腕へし折ってやる。そんな細い腕で俺に勝てるのか。さあ来い、ハゲ。
折れたのはお前の腕だったな。なかなか筋力はあるようだな。時の居場所を言え。わしはその時様によって常人の数倍の跳躍力を授かった男。わしに勝てたら教えてやろう。
った。一体何もなんぞ。相手を見てから喧嘩を売るべきだったな。時のところに案内してもらおうか。はい。ケンシロウめ、デクにふさわしい男よ。トキ様。え、どうした？旅の親子連れがトキ様にお会いしたい。そうか、通せ。三日前に病にかかり、高熱を出しております。この子を救えるのはトキ様だけ。ほう、それはいかんな。わかった。そこに寝かせなさい。心配するな。もう苦しむことはない。 ありがとうございます。トキ。ほう、来たか。懐かしいな、ケンシロウ。トキ、なぜ子供を殺した？え、ユウ、ユウ、そんな。何のことかな。トキ、なぜ変わった？俺の知っている時はもっと目が澄んでいた。そう興奮するな。すでに手遅れだった子供を俺の手で楽に死なせてやっただけではないか。それに俺は変わらん。時代が変わったのだ。時代は医学より暴力を必要としている。ケンシロウ、暴力はいいぞ。お前は昔の時ではない。かかってこい。戦ってみればわかることだ。お前は昔の時ではない。かかってこい。戦ってみればわかることだ。Yeah!
お前は昔の時ではない。かかってこい。戦ってみればわかることだ。お前は昔の時ではない。かかってこい。戦ってみればわかることだ。お前は昔の時ではない。かかってこい。戦ってみればわかることだ。
お前は昔の時ではない。かかってこい。戦ってみればわかることだ。お前は昔の時ではない。かかってこい。戦ってみればわかることだ。Oh!